どうもこんにちは、今回はですね最近発売されたばかりのグランドアさんのマルチグリドル、こちらをですねご提供いただきましたのでご紹介していきたいなと思います。じゃあまずね、今回のこのセット内容ね、まずセット内容としてはですね収納バッグがついてます。収納バッグがついてて、本体ですね、本体がありまして、そしてこれがね木製のハンドルになってます。ちょっとこれに関しては、色を塗ったりとかしてですね何かしらの加工した方が、汚れが目立たないという感じがするとは思うんですが、とりあえずね今回は最初はこれで使ってみようと思います。ここですね、ここに、切り込みがあるのでここに差し込んで使うと。でこのハンドルの部分なんですが、しっかりとね差し込んでおけば、この金属製の部分をね触らなくて済むので、ある程度暑さには耐えられるんじゃないかなという感じがします。さあちょっと大きさを測ってみようか。端っこから端っこまでの、こっから、うん、そっからやってみようか。まずハンドルを含めた時の長さはだいたい 40、 40? もうちょっと出そうか、 42.5 センチぐらいかな。で、うん、それは33センチやね。ちょうど33センチ。で高さを測ってみようか。この下に置いてこれでいくと高さは 3.5 センチぐらいかな。高さは 3.5 センチぐらいとなってます。いいよ。まあ、このマルチグリドルはですね今更説明する必要もないかなと思うんですが、ただのね平べったい鉄板ではなくてくぼみがある構造になってます。若干鍋っぽい感じになってるので、まあ、焼いたりとか揚げたりとか、いろんな料理が楽しめるというものになっています。ということで、まずね料理をしていこうと思うんですが、どうやらね油なしで目玉焼きが焼けるという歌い文句がありましたのでまずはねそこから行ってみたいなと思います。いいよ、どけてくれる。さあ、まず焼く前にですね、これがですね外の ST330 です。シングルバーナーですね。シングルバーナーに置いた時の、感じというのをねちょっと見ていただければなと思います。じゃあちょっと置いてもらおうか。この上にね、いけるんだけどちょっとね、ちなみに裏側はねこういった感じになってます。こういう作りなので、IH でも対応ということになってまして IH、直火、ガス、全部いけるんですけども、ここがちょっと広いのもあってここに乗っけるとちょっとなんかガタ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 するよね。こっちの方がいいんじゃない、やるとしたら。そうね、こっちの方がいいかもね。こっちはあんまりちょっとなんか安定感がないよね。うん、まあシングルバーナーも使えないことはないけど安定感という面で考えるとちょっとどうかなって感じがします。今度はねこちらです、カセットコンロ、よくあるねカセットコンロですが、その上であればやっぱり安定感は全然違うなという感じがします。まずは火をつけます。これ誰が笑う、いいよ、やってもだけどちょっと待って、もうちょっと暖かくなってからの方がいいんじゃないか。多分すぐ暖かくなると思うんやけど、ちなみにこれはね、鉄製ではなくてアルミ製です。なので重さもね結構軽いんですよ。子供でも簡単に持てるので、その辺が、このマルチグリドルのね、特徴かなと思います。暖かい、もう暖かいやろ。よし、油なしで卵が焼けるそうなんでちょっとこれ試してみましょう。さあ割ってみよう。この辺で割ってもいいよ。おお、できた。なんか大丈夫そうやけどね。なんか油なしでいけそう。なんかね、本当に油なしでいけるんじゃないの。この辺がまだちょっと生かな。生やね。なんで形を崩すの。いや、早く焼けた方がいいかなと思って。それ逆にどんどん次の料理かねけんからな。じゃないと動画が長くなる。そうで、みんなが見てくれなくなる。これ長すぎて見てくれなくなる。そうなんよ、うん、10分くらいで終わらせんと。お、見てこれ。お、なにこれ、すげくない。なんてる。あ、これスプーンでええかも。なんこれ、スプーンの方が傷つかずにいけるかもね。マジ。うん、ほら、マジ
やっぱヘラの方がいいかな。持ち上がらんわ。あ、でも思ったよりくっつかんね、これ。あ、大丈夫そう。さあ、持ち上げてみて。よろしく。じゃあやってみようか。ほら、ちょっと残ったかな。でもこれちょっと洗ったらね、多分すぐ取れると思うわ。取れる。目玉焼き、もうちょっとこっちに。できたね。うん、いいじゃん。焼き鳥もですね、焼けないことはないですけど、やっぱりこの鉄板と違って R があるんで、ちょっと焼きにくいかな。ちょっとこれはね、時間がかかりすぎるってことが分かった。あと根元が結構焼けんと思う。ダメじゃけ、こういう場合は外そう、うん、こうやって。お、いいじゃん、いい感じに焼くよ。お、いい焼き色や。いい焼き色や。じゃ、いただきます。はい。うん、いい味。いい味。うん、父ちゃんも食べてみよう、これ。うん、うん、あ、美味しい。これは美味しいぞ。じゃあ、やっていこうか。たわし？たわしじゃなくていいな、スポンジでいいかも。こっち？腕まくりしてよ。水流していい？うん、一回流そう。で、スポンジで。こっち向き？うん。あとは持つところ？持つところも汚れとった？いや、汚れてないけど、一応。ああ、なるほどね。念のため。こんなもん？こんなもんかな。横も大丈夫、ね、で、表側も大丈夫、OK。 はい、もういいけ。はい、はい、はい、はい。さあ、次にですね、水を入れた実験をしてみました。まずは 450ml の水を入れてみます。次に水 900ml を入れてみました。これだと結構パンパンな感じになってしまいます。このマルチグリドルなんですが、水は1リットルまで入ります。ですが、料理のしやすさとかですね、移動させたりとかすることを考えると、まあ、水はだいたい 500ml 程度にした方が料理しやすいんじゃないかなと思いました。今これはですね、別の料理を作ってるところなんですが、まず最初にですね、水 450ml を入れてもやしを茹でます。で、しっかり水を切った後にですね、今度は、縁の方で豚肉を焼いていってます。やっぱり R があるんで、食材がですね、滑ることがあります。ただやっぱりですね、油なしで焼けるっていうのはすごくいいなと思いました。で、豚肉が焼けたらですね、先ほど茹でたもやしを戻して、そこに塩だれを絡めます。しっかり味をつけたもやしと一緒にですね、豚肉を食べるんですが、これがね、美味しかった。なんと名付ければいいのかわからないんですが、これがね、すごく美味しい料理でした。で、次にハンドルの部分なんですが、やっぱり汚れることもあると思うのと、結構水を吸収しやすいなど感じたので、ヴィンテージワックスを塗ってですね、色を変えていきます。色を変えると同時にですね、少しの水であれば弾くことができるので、こういった加工をすればですね、ハンドルを汚さずに使うことができるんじゃないかなと思います。
あと見た目もかっこいいですよね。ということで今回はグランドアさんのマルチグリドルをご紹介しました。お話をいただいた方がですね、このチャンネルを見てるということで、僕としてもねすごく嬉しかったんですけども、先日ですね、なんとこれ4980円なんですが、LINE 登録かなんかするのかな、それでですね、なんと半額で販売されました。2490円とかね、それぐらいの値段だったんですが、もう販売開始してですね10分経たないぐらいで売り切れたそうです。まあそりゃそうだなと思うんですけども、正規の値段でもですねかなり格安なマルチグリドルだと思いますので、気になる方はですね概要欄の方にリンクを貼っております。そちらからですねぜひご覧ください。それでは